大阪谷慶生は青森県津軽市出身の元プロ野球選手、宇藤右内。プロでは育成選手であった。豊川小学校2年生の時に投手として野球を始めると稲垣中学校の軟式野球部では保守としてプレーした。弘前学院聖愛高校では2年生の時に外野手に転校した。青森中央学院大学では2年生時の 周期リーグと3年政治の周期リーグで北東北大学野球リーグのベストナインを獲得した。2014年のプロ野球育成ドラフト会議で東北楽天ゴールデンイーグルスから2巡目で指名。支度金200万円、年俸240万円という条件で育成選手ながら楽天球団の新人選手では初めての青森県出身者として入団した。弘前学院。 聖愛高校を及び青森中央学院大学でのプレーを経験した選手が NPB に入った事例は史上初めてであった。2015年にはイースタンリーグ公式戦44試合に出場。打撃面では1打点、打率、129と振るわず本塁打を放てなかった。2016年にはイースタンリーグ公式戦1試合に出場しただけで10月1日に 球団から戦力外通告を受けた。10月31日に NPB から自由契約選手として講じ。NPB 他球団での現役続行を希望していることから2016年11月12日には阪神甲子園球場で開催の12球団合同トライアウトに参加。シートバッティング形式の対戦では5人の投手を相手に 三打数一安打三四球に三振という結果を残した。その一方で、西原境大の当番中には、遊撃の守備で連続失策を犯している。対談後は、旭交換工業生産部に入社し、同社の軟式野球部に所属している。大学生時で50メートル走のタイムは5秒9。遠投110メートル。ありがとうございます。